FM 3.5 ひなほの神散歩。愛媛のあちこちを神の上で一緒に散歩しよう。それでは今日の小松さん、よろしくお願いします。はい、小松です。よろしくお願いします。それではまずこちらから。はい、では今治市桜井のカフェビーボさんです。すごい、いちご。はい、めちゃくちゃいちごいっぱいありますね。はい、メニューはいちごチョコまみれというパンケーキ。いちごチョコまみれ、はい、本当だ。この上からかけてくれるんですか。これかかってるのか。お店の方が上からチョコレートをダクダクとかけてくれるんですけど、映え動画を撮られる方が多いらしいですよ。あ、なるほど、はい、確かに絶対撮る。この上のエコロジパンケーキって何ですか。ロスパンケーキをブリュレして、中にカスタードを入れたものなんですけども、うん、ロスパンケーキ、はい、無駄なくってことですか。そうです。ほう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 。続きまして24ページ、こちらは、待って、白鷺コーヒーですね。あ、ご存知ですか。はい、これすごく行ってます。あ、そうなんですね。あ、またいちごだ。はい、わー、美味しそう。これはなんだ、このトーストの、これはなんていう名称の食べ物ですか。こちらは愛媛県産いちごあんトーストです。あ、いちごあんトースト。はい、目が覚めるような美味しさらしいです。はい、こちらは土日祝限定でモーニングのドリンクセットを提供しているので、うん、モーニングとして味わう方も多いんです。なるほど。この飲み物もすごく珍しいですよね。これ金木犀のハニーラテなんですけど、どんな味だろう。すごく飲む前から風味が、金木犀のいい香りがするので。入ってるんですね、ちゃんと金木犀が。金木犀のシロップと蜂蜜の風味を楽しむことができます。なるほど、美味しそう。これ続いて松山市地船町のカフェミーさんです。すごい、こう店内の雰囲気もめちゃくちゃいいですね。はい、すごいおしゃれで人気のカフェですね。そうなんだ。あ、全部チーズケーキなんですね。そうなんです。チーズケーキだけで5、6種類ほどの用意があって、おー、チーズケーキ好きを魅了するカフェになってます。めちゃくちゃ美味しそうです。全部今回は3つご紹介しているんですが、はい、ひなほさんはどれが気になりますか。あ、でも迷うな。ラムレーズンも好きなんですよね。あ、そうなんですね。ラムレーズンの しかもチーズケーキってあんま見たことないから、うん、気になります。すごい、これしかも痩せなくっちゃて、めちゃくちゃいい名前のお茶。そうですね、痩せなくっちゃはすごく気になります。どんなお茶なんだろう。はい、というわけで今回も気になるスポットがいろいろありました。今日の小松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ひなほの神散歩でした。また来週。